最悪のタイミングで別れた、有村架純&高橋海人の破局、で飛び交った、海の始まり、目黒蓮ファンの焦り。7月8日に放送されたスノーマン、目黒蓮主演ドラマ、海の始まり、フジテレビ系、第2話の視聴率が、8.1% だったことが分かった。同ドラマは、初回から数字を上げたという。月9ドラマといえばここ数年、第2話になると、初回よりも視聴率を落としてしまう作品ばかりでした。しかし海の始まりは、初回視聴率の 8% から、わずかながら数字を上げることに。また、初回に続いて、X の世界トレンド1位になったほか、有村メインのエピソードが書かれたことで、役名の弥生さんも世界トレンド2位となりました、テレビ指揮者。そんな、海の始まり、第2話が放送された8日の朝、有村に関する芸能ニュースがネットを騒がせることに。ウェブ版女性自身によると、有村はキング&プリンス、高橋海人と3年ほど交際していたものの、今年の春に破局したという。